さて、その我々あんまりね、そのかつての大感動鶴岡さんのことあんまり知らないんですよ。あで、マッシーが入るときはあれでしょ、法政二高から入るときに鶴岡さんだったんだ、うん、そう監督は、うん、でやっぱり鶴岡さんは法政だから、うん、やっぱ多少のあれはあったんですか、そういう感覚、うん、あのね、あれ、あれ、あの鶴岡さんの息子のヤッシー、ヤッシーさん、うん、あれが1年下なの、うん、そうそう、ね、僕の2つ目、うん、それで、それで、時々まあ、東京遠征来るじゃない、うん、そうするとね、東京 の、 鶴岡さんの友達とかがね、どっかで食事するのよ、ね、うん、あの前2回ぐらい行った虎ノ門あたりのところでね、たら息子がさ、はいはい、俺が3年の時にね、先輩今日親父が来てね、うん、僕は飯食い行くんだけど先輩行きませんかって言うからね、もう行ってもいいけどな、俺は何回入らんねえぞって言ってね、うんうん、でも何詳しくんだよ、ステーキだろうなっつってね、うんうん、焼きそばじゃねえだろうなと、そんなこと言いながらね、往復さ、ごちそうになったってよ、何回入らないぞっつって、うん、俺は、その頃聞きなかったから、全然その法政二高はその頃、めっちゃ強かったじゃないですか、田丸さんですよ、監督、うん、田丸さんは、俺が1年切りやってね、それで残念に行っちゃったの。ああ、そうですか、うん、もう伝説の人たちばっかりなんだけど、今話が出てくるのは、田丸さんとかね、それで、法政二高は柴田さんがいたでしょ、うん、柴田さん、年一緒ですか。年は一緒だけど、学年が上。あ、どっち、2月、向こうが2月生まれだから。ああ、そう、2ヶ月半上なのよ、うん、そうそう、あの頃ね、法政二高と波昇がもう、甲子園のもう、うん、優勝のバリバリ、俺は中学校の時よく見てたの、甲子園だった大会。あの時にいたのが、波昇は尾崎さんがいてね、そう、で、法政二高は柴田さんが、それで、いっぱいいましたね、コレヒサさんだとか、うん、誰かな、法政二高のもうそうそうたる、うん、大学の監督だったら五明って、五明さんもいたしね、うん、そうそう、その頃だからマッシュがいたわけでしょ。いたんだけど、自分はね、うん、1年目はもう全然、1年目だったもう、こんな、ほら、だって野球まだ中学で1年生やってないから、ね、で、先日も自分が入る時の3年生になる人が、奈良さんという人がね、うん、全国制覇した時のキャッチャーなんだけど、そんで1月に行ってさ、村上君、田村さんがね、じゃあっつって、校庭の元住虫へ、まっすぐ、あそこを突き当たりまで走ってさ、帰ってきてね、村上君、ちょっとキャッチボールをやってもらうんで、奈良さんって先輩がね、奈良ちょっと座ってみろっつって、うん、ピッチングしたの、うん、公式のボール投げるの初めてだけど、これでね、5、6球投げたらね、もういいもういいもういいって、まあ、10球かその頃に投げたと思うんだけど、うん、もういいやめとけ、もうやめとけ、やめとけ、それで終わってから、うん、もしあったら2月に試験があるから、うん、来て試験を受けてくんねえかっつって、うん、これで受けに来て、それでまあ、受かって入ったわけで、ああ、それで法政二高から、それで、甲子園出たんですか、これ3年の時は。2年の春、2年の春だね、制覇した時のに、2番手として出たんだけど、1年目にもね、大会でこっちで優勝して、甲子園出場の時に、玉野さんがさ、お前、どうするって言った。これ育ちがいいからさ、ね、あ、それは監督に任せますって、あ、そうか、じゃあお前はな、まだ1年で甲子園出るのはな、チャンスあるから、じゃあ2年生の内田をやるよって、普通ならね、僕は行きますって言うよな、うん、それがね、言えないのよ、気が小さい控えめだったんだこれでね、そしたら優勝メダル持ってんだよ、これで、まあ、それでさ、それが終わって、春の大会は一緒に出て、うん、で、平安高校に2人ぐらいだかな、うん、抑えて、うん、それで、夏の大会はさ、神奈川の入場式やって帰ってきてね、練習やったのね、で、監督、監督勝ってるよ、うん、どうしますかって言われてね、もうピッチングやっとけって言うから、はいっつってさ、
はい、で、あと3球よって言ったら、おい、村上、あの1箇所で投げろってなる、これ、だいぶオランダ行ってさ、ね、1番、マクタって、日赤に入ったね、あのショートやった、それで2番、ゴミを、ね、ゴミさん、2番だった、3番、的場ってね、的場さん、あのセンターやった、今日その人、投げた、ピッチャーランナー、ここで当たっちゃって、骨折で終わり。へえ、そんなことだったんですか。そうよ、だからもう全然これからもう45日もう全然投げられなくて、その時にもし僕俺が怪我してなかったら、あのね、弱いチームだったら俺平気で投げてね、それで7回コールドなんつったらね、まあ1点ぐらい取られるかもわかんないけど、 10とか12、3の三振取ってさ、フォアボールも減ったのよ、2、3個で済んできたのだ、よかったの、そうすればね、シワさんの肩ね、もうボロボロだったんだって。もうこれで波翔と準決勝かな、延長戦になった時にもうね、もう投げれない。シワさんの方がバテてたね。もう投げれないんだってもう、それであの結局は負けちゃったんだね。だから自分が元気だったら、あの、あ、次行ったら、途中のゲームでもね、その例えばそれやったんだ、何回までやって8、9、5点差れ、村上大丈夫、柴田ライト守ってきゃいいやという、投げれたからね。あの頃、だから全国の野球ファンが、ガキども、俺たちみたいなガキがもう NHK のテレビに釘付けだったんだよ。夏だからさ、夏休みで学校ないから。でそれはもう、法政二高と波翔の、もうこれがもう野球のトップだったよ、あの頃。そこにいたの、その時。これで ね、これで、45日ぐらい休んで、これで今度新人のね、あの秋季大会が始まった時に、あのもうやっぱり投げたんだけど、やっぱりボールはキレは悪いじゃない、で慶応に負けちゃって、エンドっていたの、いたね、同期にね、同期にエンドってね、それに負けて、これで春の大会になったね、絶好調になって、これで慶応にはさ2安打ぐらいで完封したんで、ね、それで夏いけるなと、こうやって川崎市長杯っていうの大会の夏の大会の前にあるわけ、こうやってずっとやっててさ、その準決勝まで投げて、それで決勝まで投げればもう絶対優勝できるから、こうやってやれば俺はもうあの MVP 取ったんだよね、ところが準決勝やった日曜日かな、やって月曜日か火曜日にね、食あたりで、それでね、これよ似てるな、いろいろアクシデントが起きるのは1週間もう食事できなかった、はあ、これでもう体調が悪くなっちゃって、これでねもうあの医者呼んでさ、これで注射打ってね、薬もらって、これはちょっとね内緒にしときましょうって言ってたんだ、だからせぎりみたいになったんじゃないの、学校からな、学校で腹痛くなってさ、ね、ね、帰るまで、川崎まで帰るまでさ、もう田村さんのね、ところに下宿して、もう3、4回さ、もう痛くてうずくまって、こわーって、で、我慢して、そんな状態で、それで、ダメで、で、だから秋の、あの大会も、もう、やっぱりスタミナもないしさ、ダメで。で春は良くて、で夏の大会やそのお腹を壊しちゃって、でいやそんな、でもそういう高校時代があったにもかかわらず、あの南海に入るわけでしょ、そっから、その時鶴岡さんがやっぱり来たんですよ、鶴岡さんもうあのえっ、ー、とね確かね、あの中原さんっつったか、ゆきさんだったか、誰かがね、2校まで見に来たことあるよ。ゆきさんがいたもんね、法政の先輩で。だから大投手だった。この人が何回もスカウトだった。もうあの当時の今、伝説的な人の話が出てくる。中原さんっていう人もそうだしね。ほんで、鶴子さんがだからやっぱり、でほら欲しかったんだね。息子からさ、あの人が聞いてるもん。そうか、津川安さん、もう亡くなったけどね。だから、絶対ね、お父さんね、村上さんは、いいよ、いや多分それで入ったんだよ、何回に。